ここからはね、いよいよね、今回のコラボイラストの方をね、順番に紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは背脂濃厚醤油バン、これだー、かわいい。これやっぱね、肉なんだわ、肉。パッケージの赤をモチーフにしたストリート系ファッションです。チャーシューデザインのショルダーバッグがね、もうね、ほぼ肉なんでね、だいぶ気に入ってますあと、ナルトロゴのね、黒キャップとネギのね、ネックレス、これね、もうね、だからスバルはラーメンの化身になるってわけ。おしゃれだよな。でもね、すごい可愛いんだよこれ。ちょっとね、欲しいまである、これ。次に紹介するのはこれだー、ドーン、かわいい。これはですね、パッケージのね、オレンジをモチーフにしたガーリー系のファッションです。オレンジのワンピースかわいいっしょ。カチューシャはですね、なんとパッケージの柄です。しかもズバンのロゴも入ってます。本当だ、違和感なくズバンが入ってる。しかも違和感なくコーンのトウモロコシのイヤリングしてる。顔かわいい顔しかもネギの、見て、ネギの指輪してるなんだ、なんか新しいなこの感じかわいい。これかわいくない。パッケージカラーの黄色をモチーフにしたカジュアル系のファッションです。ニンニクの帽子、かわいいね。ズバンのロゴ、ほんとだ、麺になってるえ、このさ、豚のさ、このさ、なにこれ、これはプリント、かわいいですね。え、かわいい。ズバン、キャベツじゃねえか、キャベツ足元緑だなと思ったらキャベツみたいな柄入ってて草なんだけど。次はですね、最後です、こちらー、どー、これはおしゃれ番長。これはですね、おしゃれ番長スバルです。みんなもうスバルのことをバカにしないように、スバルは今日からおしゃれ番長として生きていく。なんとですね、これはですね、パッケージカラーの黒をモチーフとした大人なモード系ファッションです。待て、このカバンおしゃれすぎないか。つばの上についている三つ編みの紐は、まさかこれはですね、横浜家系の太麺モチーフか太麺だー太麺じゃねえか、太麺じゃねえか。ちょっとこんなおしゃれなのによくよく入れられたな、麺モチーフをなんか麺探しみたいになってるな。いや、まさかね、太麺が入ってるとは思わんかった、正直。